最初にやりたかったのはあのこういう妙なキャラクターというか、あのそうですね、かわいい、まあ、かわいいキャラクター、妙なキャラクターとかがこういっぱいいて、それがみんな何の違和感もなく一緒に存在できる、そういう世界っていうのがあって、その上でなんかゲームというものを作り上げるっていうことをしたかったんですけど、ただまあその世界自体になんか一つ、統一感っていうものを持たせたかったので、それで最初のまあ一作目の方になるんですけど、それに関してはあのカチカチ山っていう昔話がありますけど、それのストーリーを元にしてその上で構成したみたいな感じで作り上げてますけどね。主人公がバニガールっていうのは、まあ、ウサギっていうのがあって、それはカチカチ山の、ね、ウサギとタヌキっていうのがありますよね。そのからのウサギなんですけど、それでじゃあウサギが主人公って言って、ただウサギってわけにはいきませんからね、そこでこう考えていくと、あウサギっていうとアバニガールなと、なぜかそこに思考が飛んで、でただ普通のバニガールっていうとやっぱりこうね、こう巨乳のお姉ちゃんとかが出てきて、いやあのそういうイメージがあるんですけど、ただそれでやっちゃうとなんていうかな、ギャルゲーっぽくなっちゃいますよね、すごい。それがあんまりそういう風にしたくなかったんで、じゃあそうしないためにやって考えると、じゃあバニガールだけどあんまりそういう何ですか、体格的にはセクシーさをなくして、うん、なんかつるべたって感じで、うん、可愛らしい方のバニガールっていう風なイメージで作り上げたいなっていう、それでああいう年齢も低い主人公っていう形になったんですけど、ね、イメージ自身ありますね。それのちょうど前あたりのなんかこうすごいお祭りの前夜みたいな感じの、なんかすごいこの気分が高揚するような、そういう感じの、世界観で作りたいなって思ったんで、敵キャラとかも結構やっぱきっちり動きとかもまたいっぱい出て作ったんですけど、シューティングゲームっていうと何ていうかな、今のゲームって特にほら弾をすごいたくさん打って、敵キャラが出た瞬間もうすぐやられてほとんど見えないですよね、一生懸命描いたんだけどほとんど見てもらえなかったという、そういうのがあったんで、2作目では今度ちょっとアクションゲームにして、そうするとアクションにするとキャラクター自身もほらちょっと大きめに見かけますし、すぐ死ぬってことないですからね、ちょっととことこ出てきて、そのキャラクターの動きやなんかも敵キャラとかね、そういうのも楽しんでもらえるなっていうのがあって、一番苦労したのはラミの闘神ですかね、最初に3等身か4等身ぐらいのキャラクターで描いたんですよ、どっちかっていうとアニメの絵っていうか、その元イメージに近い感じで、ただそれで描くと手足っていうのがすごい細くなっちゃうんですよ、ゲーム中で見るとほとんど消えて見えないぐらいの感じ場所によってはって感じになっちゃうんで、それはまずいとかいう話で闘神を低くしろという話とかがいろいろ出たんですけど、絵描く方としてはやっぱこうギュッと縮めるとね結構違う感じになっちゃうっていうそれがあったんですけど、それをまあしょうがないって形で縮めてみて、大体 2.5 ぐらいですかね、今 2.5 等身ぐらいでしたけど、まあ結局最終的にはやっぱそれって逆にその方が、元のイメージが結構残る感じになってっていうのはありましたね。今回まあラミはラミで思い出あるんですけど、今回でね思い出あるのは王様 UFO っていうのがあるんですよ後半のシューティングで出てくるんですよね、それに関してはゲームの中のおまけコーナー見てもらえば分かるんですけどねちょっといろいろやってますから、そういったああいうなんていうんですか UFO とか、ほら不思議なものとかありますよね、ああいうのをパロッたようなキャラクターには結構思い出ありますよね人レベルで言ってそうですね、2の1がね、あれですね、2の1、運が良ければ2の1通るんですよ、パッと通って、それ通れば最後まで行くんですよ、ただね、2の1、引っかかるとね、もうあそこでダメですね、ちょっと。今回、サルモードはすごい簡単なんですね。そうですね、サルモード、ただサルモードだと、見れない敵キャラっていうか、そういうようなのが結構あったりするんで、やっぱりできれば1モードでやってもらえると。浅草の花屋敷みたいな
こうこじんまりした中にすごいいろんなもの突っ込んだ遊園地で遊んでもらえるようなそんなゲームっぽく作ったつもりですので、そういう感じで楽しんでもらえればすごい嬉しいですよね。あとサルモードはすごい優しくなってますんで、できればみんな頑張って最後まで見ていただければいいなと。よろしくお願いします。江戸に行けばお宝が手に入るって聞いてたのに、みんなで寄って戦って地場奪回して、もうたまきちゃん慶応遊撃隊活撃編サターンで発売中だよ。え、キャンペーンもやってんの？